ウエスタン、中日7から11阪神、27日、名古屋球場。存在感を示している阪神、野口が、さらに輝きを放った。初回からチームに勢いをもたらし、3安打3打点の活躍。1打席1、打席集中してます。それがいい結果につながってると頬を緩ませた。初回無視、1、2塁といきなりの好奇。 余計なことは考えずにと似たまめのツーシームに食らいつき、宇宙間への適時二塁打を放った。これで9試合連続安打、さらに4試合連続打点となったが、全然気にしてなかったと話す。7回には無視一塁で二塁手のグラブを弾く痛烈な打球で中前だとすると、一巡して迎えた西一二塁では追い込まれてから左前への戦以だ。 今期6度目の猛打賞となった昨年は51打席目に出たプロ1号をきっかけに状態が上がったという今期も22日のウェスタンオリックス戦での1号弾からちょっとずつ打球も上がって内容も良くなってきてると感覚がつかめてきた指導を早くタイミングだけを意識して集中モードで打席に立つことが走行している チームに貢献できるようにと一軍での活躍を見据えた。